セントラルアームは BMW Z1 のために開発された BMW 発のマルチリンク式サスペンションであると言われている。その後、3シリーズ E36E46E83X3 や BMW Z4 などに採用された。正式名称はセントラルアーム式リアアクスルであり、BMW 独自の後輪用のサスペンションを構成している。 構造は一種のマルチリンク式サスペンションであるが、サイドシルの後端につながった頑強なコントロールアーム、並びにデフの横につながった長いセントラルアームによって、ストロークが長く取れ、理想に近いジオメトリーが取れるのが特徴である。また、デフの両脇には、アッパーラテラルリンクとロアラテラルリンクが左右一体に備わっており、合計4リンクとして後輪の車重を支持している。 元々は BMW3 シリーズの E30 の頃まで踏襲され続けてきた従来の後輪用セミトレーリングアーム式サスペンションを基本としてより進化、発展させた構造である。しかし当初は BMW Z1 のために開発されたサスペンションではあるものの、その一方ではセミトレーリングアーム式サスペンションの限界、 すなわち後輪駆動車で急発進及び急加速をさせるとリアが沈み車が上を向くといった症状を改善する目的で開発された経緯がある。したがってこのセントラルアーム式が開発されて E36 以降の BMW3 シリーズなどに採用されてからはこのような症状がほとんど見られなくなったことなどから走行安定性が さらに向上したものと考えられる。以上のような経緯から BMW のみならず、他社メーカーもセミトレーリングアーム式サスペンションをより進化、発展させた形で、その後の主流となるマルチリンク式サスペンションやダブルウィッシュボーン式サスペンションのような最新式のサスペンションを研究、開発してきた。このセントラルアーム式から、 E39 以降の BMW5 シリーズ及び E90 以降の3シリーズ、初代1シリーズなどにも採用されている新世代のインテグラルアーム式へとさらなる進化、発展を遂げていったのである。しかしながら、初代 BMWX3 や初代及び2代目 BMWZ4 のリアサスペンションに関しては、未だにこのセントラルアーム式を採用していることから、 開発されてから20年以上経過した現在でも非常に信頼性の高いサスペンションであると言える。ありがとうございます。